すげえ場所。私は決して忘れはしない。積もる恐れや苦しみは空に向かって昨日去った。さあ鳥たちよ、自由な鳥よ、私の心をあげよう。おはようございます。朝のお散歩ですか？なんかあんま出来よくないな。あなたもご一緒にどうですか？鳥たちに果物をあげていたのですけれど。よかった、やっと笑ってくれましたね。さっきまでの暗い顔は嘘のよう。いやー、これは確かに小指人気電話。私ダイアナ・カプリスと申します。あなたはものすごい名前。何かあったんですか？私でよければご相談に乗りますよ。まあ、今までよほど大変な目に遭われたのですね。それはつらかったでしょう。でもこれからは私があなたの味方になりますよ。さあ顔を上げて、いつも笑顔でね。どんなに辛くても笑顔で頑張っていれば皆さんも分かってくれますよ。大丈夫、あなたには未来という可能性があるんですもの。その調子です。私は毎朝ここにいますから、よかったらまたお話ししましょう。
頑張ってくださいね、タイガさん。お前らいいかな、あれか。それは俺だって言うわ。おお、またバスドルーン。
やべ、鼻水出てきた。やば。鼻水出てきた。ごめん、ちょっと待って。来客がある、マジか。
すっげえいいな。これはいいわ。まあ、見よう。普通の感じ。やっぱ重い普通。困ったらロマンドを恋みたいな。じゃなくて天狗。なっちゃ配れんかったね。ロマンドに置いてきただけやけど。
むずいわ。って折れるあれやろ。
恐ろしいな。この子はラリー、僕の大親友なんだ。ラリーがよろしくなだって。ほら、シンジローも。新次郎が悪い。それでね、僕とラリーは小さい頃から一緒なんだ。兄弟同然に育ったんだよ。二人でかけっこしたりして楽しかったな。テキサスにいた頃はニューヨークじゃ人も車も多いからラリーと駆け回ることなんてできないしね。僕みたいな田舎者がうろうろしてると邪魔になる気がしちゃってさ、だからかな、時
時々テキサスが恋しく思えちゃうんだよね。でも僕は頑張るんだ。ニューヨークには星組っていう夢があるから。それにさ、シンジローっていう大切な友達もできたし。緊急事態発生、緊急事態発生。大型の人型蒸気がリバティ島を占拠。ニューヨーク歌劇団出撃します。市民の皆さんは速やかに退避してください。シンジロー、出撃だって。シアターに戻りなよ。タイガ君、早くいらっしゃい。あなたも出撃するのよ。やったね、シンジロー。認められたってことだよ。頑張って。僕応援するからね。スタッフとしての働きぶり、今日の公演のこと、あなたの実力は十分に見せてもらいました。タイガ君、私はあなたを信じます。期待してるわ。私、さあ早く車に乗って、時間がないわ。さあ食べたかった。やあ、タイガ君、作戦指令室にようこそ。さ、座りたまえ。ちょっとサニーサイド、なんで坊やがここにいるんだい？え、何かおかしいかい？僕の見たところ、タイガ君はいい針金になれると思うよ。それにタイガ君のことはラチェットに任せてある。いいんだろう、ラチェット。はい、私の責任においてタイガ君の出撃を許可します。ラチェット、あんた。スバルは応じる。体制に影響はないと。スバルまで。それで敵の状況はどうなの？自由の女神像の周辺に大量の悪念機が出現、破壊活動を行っています。ここは我らがスターの出番だね。そう、スターだ。では紹介しよう。メインモニター、ターンオン。私がお教えいたしましょう。これこそ我がニューヨーク歌劇団の誇る吉甲冑スターでございます。またお会いしましたな、シンジロー殿。私は王行地と申します。以後お見知りおきを。王先生は僕の執事であり、ニューヨーク歌劇団のメカニックチーフでもあるんだ。シンジロー殿のスターも整備は万全。いつでも出撃できますぞ。まあそんなわけだけど、出撃前に何か。
ンピオン。では準備はいいね。さあ行きますよ。人生はエンターテインメント。 It's show time。 ラチェット、出撃命令を。 OK サニーサイド、ニューヨーク歌劇団星組出撃よ。してるわよ、東洋の侍さん。あなたのサムシングエルス、私たちに示すのよ。言っておくけど、私はまだ坊やのことを認めてないからね。タイガの好きにするといい。ただし僕の邪魔だけはするな。みんないいわね。さあ出撃よ。出撃よ。よろしくお願いします人気電話。エイハブ、メンテナンス終了。オールグリーン。スリングカタパルト、アピアランス。こんな建物揺らすと。なるほど。